新名町駅は東京都豊島区長崎一丁目にある西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は SI02。同線の駅の中では一番海抜の低い場所に位置する。練馬駅から分岐する豊島線の列車も利用可能である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。かつては島式ホーム1面2線の形態であったが、 列車の長編成化に伴い、昭和30年代に、現在の構造に変更された。2011年10月1日に、京城駅舎の共用を開始した。ホーム有高長は重量編成分である。ホームの両側を踏切に挟まれた構造であるが、駅のすぐ東側の池袋9号踏切が、山手通りの東側に40メートルほど移動した。 移動する前のホームは8両編成がギリギリ停車可能な長さであり、特に下り列車の停止位置目標は踏切のほんの手前で少し越えると先頭車の前頭部が踏切にはみ出してしまう状態であったが、前日の踏切移動により延長工事が行われた。山手通りの改良工事と合わせて2010年1月に駅舎の改良工事が着工され、 2011年10月時点では工事が進行中である。駅舎の工事は国土交通省の鉄道駅総合改善事業として行われており、事業主体は第3セクターの東長崎駅、椎名町駅整備株式会社となっている。2010年度の鉄道事業設備投資計画によると、駅舎の強常化を実施し、南北自由通路、 エレベーター4機、エスカレーター6機及び、多機能トイレなどを設置し、バリアフリー化を図る計画となっている。合わせて、ホームの改善と屋根の改修、重量編成対応のためのホーム有効長延伸工事や、山手通り立教会への広場の整備などを行う。教場駅舎と自由通路は2011年10月1日に、供用を開始し、 駅前歩行者広場などの整備は2012年度の完成を予定している。2013年3月16日からアニメ、怪物くんの主題歌、俺は怪物くんだを発射メロディに採用している。これは、かつて当駅周辺にトキワ荘があり、そのトキワ荘ゆかりの漫画家である、藤子藤尾アの作品、怪物くんのアニメ主題歌を使用することで、 時キワ層が存在していた街を PR するために採用されたものである。2013年5月27日、快速池袋業重量編成が同駅通過中に異音を生じたため緊急停車した。当該列車の車掌が確認したところ、列車の最後部車両の車両探側面の一部に接触面があることが発覚した。その後、原因を詳しく調査したところ、 該当区間のレールの老朽化等のレール自体の問題、該当区間の路盤が他の区間に比較して軟弱であったことが判明し、これらが複合的要因となって軌道が変異したことが原因であると推定された。事故発生後、該当区間では軌道の修正、レールの交換が行われ、レール交換が行われた2013年6月12日より1年間は、 軌道計測が月1回のペースで行われていた。また、当該区間を含めた全路線で軌道計測による計測結果を時系列で分析することとしている。なお同日には、東伏見駅において、駅部材であるコンクリート片がホーム上に落下する事故も発生している。2020年度の1日平均乗降人員は15,931人であり、 西武鉄道全92駅中49位。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。毎年9月上旬には、長崎神社の祭りが2日間行われ、駅前には多くの屋台が並ぶ。また、毎年11月末には、サンロードで芋煮を無料で振る舞うなど活況を、呈している。椎名町という地名は、 江戸時代後期にはすでに存在したが、町屋は現在の目白にあり、椎名町駅からは比較的離れた位置にあった。その後、1939年から1966年までの間、現在の南長崎市の6丁目と目白4.5丁目に椎名町という町名が付けられていた。1948年に発生した。 定銀事件の現場としての名称を寄否されたために、1966年までに廃止されて、町名としては残っていないが、商店街も存在するため、椎名町駅の周辺は便宜的に椎名町と呼ばれている。1930年代には、駅の北側地域にアトリエ付きの借屋群がいくつも立ったことから、芸術家の集まるアトリエ村を形成し、ひいては、 池袋モンパルナスと呼ばれるようにもなり、著名な画家や詩人が若き日々を過ごした町としても知られるようになった。ありがとうございます。